スレバルナ自然保護区は、ブルガリア北部の南ドブルジャ地方、シリストラ州にある、原生自然保護区。シリストラの西1 8トルドナウ川の2トル南に位置する、スレバルナ村近くにある、ウィア・ポンティカ城のスレバルナ湖とその周辺を対象とし、ヨーロッパとアフリカの間の渡り鳥の通り道となっている。自然保護区は、生物圏保護区にも登録されている。保護区に、 典型的な生物種の陳列が行われている。博物館も併設されている。スレバルナコはヒブルガリア人研究者たちによって過去何度となく研究されてきたが、ブルガリア人生物学者としては、1911年にこの地へ研究のために赴いたアレクシペトロフが最初であった。1913年には南ドブルジャ全体がルーマニア領となったが、1940年に ブルガリアに返還された。この年は、ペトロフがこの地に映像している鳥たちの頃にーを観察しに裁縫した時でもあった。この一帯は1948年に自然保護区となり、1975年にはラムサール条約登録地となった。さらに、1983年にはユネスコの世界遺産にも登録された。スレバルナコの名の由来には諸説ある。一説によれば、 ペチェネグと争っているうちに、近隣で没したハーン、スレブリストに由来するという。遺説では、湖畔にあった銀を満載した小舟に関係があるという。さらに別の一番最もらしい説では、満月の夜に湖面が銀色に照り返す様に由来しているのだという。湖畔にはヨシをはじめとする水生植物が生えている。保護区全体には絶滅危惧種を含む67種の植物が生育している。 保護区内の動物性は豊かである。39種の哺乳類、21種の爬虫類、両生類、10種の魚類が確認されているが、この保護区を有名にしているのは、何と言っても179種にも及ぶ鳥類である。そこには、西ハイロペリカン、コブハクチョウ、ハイロガン、ヨーロッパ中皮、小川コマドリのほかカラ類、サギカ、ウカノ鳥などが含まれている。 1983年登録。2008年には革新地域と干渉地域の登録範囲が拡大されている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。スレバルな自然保護区は1992年に危機にさらされている世界遺産リストに加えられた。主たる理由は周辺の農業の悪影響である。 スレバルナ湖とドナウ川の間に堤防が設けられ、元々は8メートルあった水深が半分以上減った。さらに、周辺の農業地域での農薬の使用などが土壌汚染を招いた。また、当時の中央政府もスレバルナの環境保護に熱心とは言えなかった。1998年には、保護区内の吉野原野やペリカンの栄装置がたびたび嫌がらせの放火に遭い、そんな中、 中央の無関心にもめげずにスレバルな管理事務所で精力的な保護活動に尽力していたイワンディミトルフ所長が自殺するという痛ましい出来事も起こった。しかし、その後全身的に保護活動が改善に向かい、農業よりも保護区の回復を優先する施策が打たれたことなどによって、一時は世界遺産リストそのものからの削除すら検討されたスレバルな自然保護区は、 2003年に危機遺産リストから脱することができた。しかし、なおも中止の必要があるとされている。ありがとうございます。